はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ポチオチャンネル、ポチオです。ポチ山ポチコです。はい、皆さんこんばんは。ということで、タイトル、ノアもしくはボクシーへのサイズダウン乗り換え。ということで、はい、最新のアルファードベルファイアの納期情報、いや予約スタップ、スタップじゃ、ストップ情報。うん。もっということで、今回お届けしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。現在ね、はい、この新型トヨタのアルファード、ベルファイア、うん、両方とも納期について不透明、うんうん、で、まあ、販売店のね、問い合わせが必要になってます。はい、わかりました。はい。で、この納期が、まあ、遅延する、遅れる可能性がありまして、特にね、その中でアルファードだったら、エグゼクティブラウンジ、ね、の分が、3年待ちなどと言われてます。まあ、待つ覚悟は必要との情報もね、あります。はい、で、新型アルファのベルファイアの、廃車予定台数はすでに決まったみたいに、ね、示されており、2024年の8月、ね、もう来年の約1年後ですね、まで、決まってます。しかもその予定台数をオーバーする購入希望者があると、もうすでにオーバーしてるということですね。大変やない。で、このベルファイアの方はですね、アルファードと、まあ、ちょっと状況が異なりまして、先代のアルファードの、まあ、人気があったんでしょうね。予約発注が、まあ、の形で受注を行っていた可能性があると。うん、で、まあ、この新型アルファードベルファイアの正式予約受注がないままデビューした、したんですよ、この新しいのが。で、幻の予約受注ということも言える台数ですね。幻でね、存在しとる。まあ、結局、まあ、この間もね、うちらのチャンネルでも言った Nboxさん、はい、別に人気なんですよ。で、今も現在も1位なんですけど、売り上げは。すごいな。ね、ぐらいの人気なんですけど、もう10月に新しいモデルが分かってると。モデル10。そうそう、それでも買うっていうすごいんですけど。すごいな。で、このアルファードは、まあ、その前のサンバルの方かな。もう人気なんですけども、まあ、どっちみち40が出るんだって402っていう。そういうものですよね。もうすでにすでに上乗せの、まあ、受注発注がね。で、その分ね、まあ、幻の予約。幻。なってる状態でございます。はい。で、アルファードとベルファイアの販売台数はそもそも、アルファードが10倍以上多い。アルちゃんの方が多い。多いらしいです。ベルちゃんより。このベルちゃんよりも。ベルちゃんよりもアルちゃんが多い。そうなんです。よう見るけどな、ベルファイアも。現行形はまだ分かんないですからね。うん、はい。で、それで新型購入では1世代前のモデルを乗ってる人が多い傾向がある。うん、で、先代のアルファードは後半に売り上げが急増したんです。伸びたんや。ね。で、購入希望者が多いと考えられる。この新しい。で、ベルファイアの先代の末期の販売台数が逆に減少して、ちょっと。はいはい、購入希望者少ない。考え。まあまあ、見るけどなぁ。ね。で、メーカー公式よりいいですね。アルファードとベルファイアの販売比率がなんと7対3。アルちゃんが7、はい、ベルちゃんが3。そういうね、まあ、これも噂ですけど、はい、噂ですって、うん、ベルファイアに、まあまあ、可能性があると、うん、で、アルファードほどベルファイアの受注状況は混乱していないと、勝手にやけどね、勝手にね、でも分からんのよ、そうそうそう、まだ分からんす、で、新型の、車両確保に対して割高いイメージを持ってる人も多いと、で、アルファードのユーザーの一部は、うん、ノアボクシーに乗り換える可能性があると。ちゃんとに変わってもどうなの？そうそう、このね、ノアね。もう、ノア。ね。ファミリーやな。このボクシー。ボクシー、すごいな。ね、飲めずにね、悪い、なんかでも、これも結構高いんですけど、いや、高いよ。高いんやけど、まあ、ほんと、アルちゃん、ベルちゃんに比べたら値段が。まあまあね、ちょっと、ね、お求めやすいという。そうそう、なるんで、サイズダウン乗り換え。いう噂も今流れてます。すごいな。でも、これが、
前まあ結局アルファのベルファイア買おうっていうのはサイズダウンでノアボクシーに来たら、うん、ノアボクシーも混乱状態なんですよ、うん、今もう普通にほらって私はノアが欲しいよ私はボクシーが欲しいよって買いに来た人からしたら、うん、そうそうさらにそのアルちゃんベルちゃん軍団が降りてくるんでさらに買えなくなる可能性がっていうね今トヨタさんすごいね 大人気、まあ、ね、ね、このボクシーもしかり、はいね、早めにご相談をこのノアもしかりね、このベルファイアもそしてアルファードもすごいもう4つも人気車種だすごいよなしたのねねえ、まだまだ実際に走るのも見たことない見てない見てない、ね、見たあのあれです、あの試乗車あ、試乗車だよな試乗車はね、このなんかバンバン走るんだよな北条の方の田舎の徳島でも見かけますそう、この前で1日で2回見たぜって思ったけどちゃうしやろなって思いながらああ、もう飲むよね、予約してね一緒になったもん、このトヨタさんそうだ、近くにあったんでそうよで、多分番号一緒の飲み桁だったけ多分順番で乗るようやなって思ってそうやろね、うん、うん、という状況で、すごいな、はい、またね、こういうトヨタのアルファードベルファイア新しい情報入れば、はい、またね、喋っていきたいと思いますなんと今日はサイズダウン乗り換えねはい、すごいびっくりだこれすごいことだねサイズダウン乗り換えでした新しい乗り換えるじゃなくてねサイズダウン乗り換えです。はい。じゃあまたポチョンチャンネルでお会いしましょう。はい。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。